高等大の更進、五冠大の。頭中では、滅亡時の様子も示されている。応援生の寄った県州、定州は、南東へ、福州は五越に奪われ、昌州、泉州は、南東からの制限軍節土市が置かれた。は、中国五代十国時代に、現在の福建省を中心に存在した国。十国の一つ。海祖の王神地は、 公衆古試験の人。兄の王朝と共に、東末の混乱の中で中央の混乱を避けて、福建へと移住し、この地を占領した。896年に王朝は当より、伊部軍節女子に追認され、翌年に王朝が死ぬと王新地が地位を受け継いだ。907年に、主前中が当から禅城を受けて、皇領を建てると、皇領に入朝して、王に封ぜられた。 王神地は内政に力を入れ、当時は全くの後進地であった福建の開発を進めて大きく発展させた。また南海交易で利益を上げ、文人、瞑想などを集め、文化を奨励した。このような前政により、王神地は海王と称えられ、復讐には王徳政妃が建てられており、現在でも訪問者は絶えない。しかし925年に、 王神地が死んだ後は、内紛が続く。まず翌年に、王神地の長男の王縁菅が喰らいにつくが、弟の王縁一氏に殺され、そのまま王縁一氏が喰らいにつく。は、皇齢を倒した高等に対して引き続いて、昇進していたが、高等の民衆、立具元が病に倒れ、高等が混乱しているのに乗じて、933年に、独立して、 皇帝を名乗った。王園一氏は935年に、長男の大継法によって殺され、大継法が定位につく。937年、大継法は皇統を倒した皇身に、再び昇進して、王に戻った。大継法は道教を強信し、巫女の言葉を信じて、一族を殺し始めたので、939年に、将軍のクーデターによって殺され、 王信地のこの応円忠氏が擁立された。しかし応円忠氏も、暴政を行い、恨みのある一族を殺して回った。943年、これに対して、応円忠氏の弟の応援生は、認知の研修で自立して、皇帝となり、陰と称した。翌年に、応円忠氏は配下により殺され、応援生が王の地位を継いだが、 この混乱を見た一族の大継君と大継義氏がそれぞれ自立し、国内は分裂状態となった。この状況を見た南東の利により攻め滅ぼされて、応援聖羅王族は南東の首都の高年へと連れ去られ、その地で天寿を全うした。前述した王神地の文化振興により、建てられた建物で現存するものも少なくない。王朝大祖章。 武高皇帝王新地継夫応援官恵総裁宿命高史皇帝応援人氏応援金。935年、在位926年。935年、高高史精神英英文明公平堂大、広高皇帝大継法慶州へ、文広竹明宣言特大高皇帝応援ただし、応援生。ありがとうございます。